10回完結講座2ボールペン住所を漢字で書く。今日は住所を漢字で書いてみましょう。はい、では漢字で住所を書いてみましょう。ずっと縦に、流れてくるので中心に少し、そうですね、行の3分の1ぐらいのラインがある意識を持ってもらうと、こういう意識を持ってもらって、本当はこれないですが、こういう意識を持ってもらうと、中心が通しやすいです。例えば大阪の方をど真ん中に短く、そして左払い右払いを長く書きます。次の坂ですね、少し左に少し右にです。負のちょうどこの中身の部分が縦真ん中通るように書きます。泉の、白は少し細い目、そして下の水を大きく書きます。こういうふうにラインを取りながら中心を通していきます。こうすると縦の流れがとてもよく見えます。こうですね。で、例えば市の場合でしたら、これを長くして真ん中に細く書きます。そうすると真ん中の細いラインが一直線に通ってきます。縦の流れがよく、そして、綺麗な行のラインができます。こういうラインがうまく作れると住所はとても美しく見えます。こうですね、短く、そして長くです。短く中心に、そして長くです。短く長く、短く、そして長くなります。こういう形で中心を取りながら意識をしていくと、とてもバランスよく見えます。同じように、これは線を作りませんが、長が中心に行きます。そして脳ですね、剣の目がちょうどど真ん中に来て、北も真ん中に、でさあですね、書いた文字の上一文字を見ながらしっかり中心を取って書いていくと住所は流れよく見えます。そして縦側が倒れないように思い切って指を使ってまっすぐ書いてみてください。短く長くですね。そして中心から少し左に、中心から少し右にって感じで流した方がバランスよく見えます。タデシナチョウですね。止め払いになります。女神町。女神湖ですか。すいません。女神湖ですね。こういうふうにリズムよく、テンポよく書いていってみてください。飛ばしましょうか。東室郡、このローの筆順が難しいのでこう書いておきますね。こう書いて、これがローですね。ロー郡、思い切ってまっすぐ、これ縦が先になります。思い切って、これぐらいテンポよく書かれた方が線が冴えますので美しく見えます。少し住所は長くて大変ですが、点線をなぞって隣に、そしてお手本をよく見て練習してみてください。以上です。今日の練習が一番きつかったんではないでしょうか。住所なかなか長くてまっすぐ書きづらいんですが、頑張ってまっすぐ見えるように努力してみてください。次回は続け字です。サラサラっと続けて書く字、書いてみたいですね。必ず書けます。お楽しみに。